にとっては大げさなんだから。リト、次はあのジェットコースターに乗ろうよ。ちょっと待ってくれ。そろそろ休憩にしないか。ほら、セリーヌも疲れてるみたいだし。こんな遊ぶの久しぶりだから、はしゃぎすぎちゃったかな。セリーヌもごめんね。ちゃんと気づいてあげられなくて。あそこにベンチがあるし、そこで一休みしよう。機嫌治ったみたいだ。さてと、そろそろ行こうか。でもまだセリーヌが。何もアトラクションに乗るだけが遊園地の楽しみ方じゃないだろ。ゆっくり見て回るのもそれなりに面白いと思うけど、どうだ。うん、いいかも。それじゃあセリーヌは私が抱っこして。二人も来てたのか。うん、姉上がたまたまチケットもらったんだ。桃も誘ったんだけど、今日はなんか用事があるからって。あ、せっかくだし一緒に回る。みんなで遊んだ方が楽しいよ。みかんはともかく、なんでリトと。まあ姉上がどうしてもって言うなら。ああ、その…確かにいつもならみんなで回るんだけど、今日は…リト、私のことなら気にしなくても。ミカン…そっか、わかった。うん、そこはわかっちゃダメですよ。あれ、今なんかモモの声しなかった？まさか…桃、どこに隠れてるんだ。いや、偶然ですね。お姉さまにナナ、それにリトさんとミカンさんまで。桃、お前なんてとこから出てくるんだ。ベンチの陰で何してたの。いや、特に何をしてたってわけでも。桃さん、一人で遊園地に来たの？ええ、まあ…桃さん…白状しますと、みかんさんの想像通りです。やっぱり…私たちのことつけてきたんでしょう。お二人のことは私のせいみたいなものですし、どうにも気になってしまって。桃は何やらかしたんだよ。でも二人とも仲良しな感じだったから、もう仲直りできたんだよね。そこのところどうなんですか、お二人とも。それは今まさにそれでみかんと大事な時なんだ。だからみんなごめん、今日は二人だけで回りたい。リト、あとはよし、そうと決まれば行くぞ。ミカン、でもよかったの？リト、私はララさんたちと一緒でもよかったのに。いいんだよ、今日はミカンと約束してたんだから。私ならもう大丈夫だよ。ララたちとはまた遊ぶ機会もあるからな。だからほら、
次はどこに行きたいんだ？俺はまだまだ付き合えるぞ。うん、ありがとう。やっぱりリトはちゃんと私のこと考えてくれてたんだ。そういう優しいところ昔から変わらないよね。そうか？でも当たり前だろ、俺たちは。二人きりの兄弟なんだから気にするなって。兄弟？まあ小さい頃の思い出がないんじゃ意味がないのかもしれないけど。そんなことない。ううん、むしろその。え、ミコン何が言いたいんだ？わからないよね。つまり、こういうことだよ、リト。何してんだ！実は、私たちって血がつながってないんだよ。え？血、つながってない？遺伝子的には他人ってこと。だから実の兄弟ならなれないような、そのモモさんが言ってたみたいな関係にも私とリトはなれちゃうんだよ。いきなりそんなこと言われても、俺とミカンが兄弟じゃない。ただ小さい頃から一緒に暮らしてただけ。ならミカンが言う通り兄弟だからどうっていうのは意味がない。だけどじゃあなんで、うん、なんか前にもこんなことがあったような。混乱してる。知ってるよね。でもこれ本当のことだから。本当だから結婚だってできるかもよ。そんなのやっぱりショックだった。そんなのもう騙されないぞミカ。前もそうやって俺をからかっただろう。いくら俺だってそう何度も。あれ、前ってリト、あ、思い出したの。俺、記憶が戻った。思い出せる。今までのミカンとの思い出も、ナラたちとどう出会ったのかも。なんとなくで思い出しちまった。何言ってんの。ほら行くよ、ナラさんたちに記憶が戻ったって早く言わないと。だけど今はミカンと遊ぶって決めてたし、今じゃなくても。こういうのはすぐがいいの。みんなにはたくさん迷惑かけたんだから。それは確かに。もうしっかりしてよ。リタはやっぱり私がいないとダメなんだから。面目ない。だらしない兄を持つと本当に苦労するよ。しょうがないから私がずっと一緒にいてあげるからね、お兄ちゃん。
ミカって、あれ、いないな。どこ行ったんだろう。電池の予備ってどこに。ここにもいないのか。目覚まし時計の電池が切れてるんだよな。おい、ミカ！俺じゃどこにあるかわからないし、ミカに出してもらおうと思ったんだけど。ミト、呼んだ？お、風呂場の方か。いや、気づいたら目覚まし時計が。浴びてたんだな。シャワー浴びてたんだな。じゃない！どうして開ける前に気づかないの！とにかく出てけ！うわ、ごめん！もう見とったら、いつまで経っても変わらないんだから。いつまでも変わらない。ある意味、妹の特権なのかも。いつまでも大好きだよ、お兄ちゃん。トラブルダークネス、トゥループリンセス。